皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、もう0時を超えました。祝日、勤労感謝の日でございます。ということで、実は、不妊治療の、次回の人工受精日が決まりまして、今日から土曜日まで、いや違う、金曜日の夜まで、はい、禁酒となりました。ということで、今日から何日間か炭酸水をいただきます。はい、あー美味しい炭酸水、美味しい。うん、これ安いんですよ、1本あたりが。しかも蓋を閉めなくていいところがいいんですよね。ちっちゃいサイズじゃないですか。いや、これソーダ割りにちょうどいい量なんですよ。だから使い切ってしまえばいいんですよ。炭酸抜けない、蓋を閉めることがないから。で、1本あたりの価格がとても安い。はい、そうなんです。まさにこれが私の考えるベストです。ベストの炭酸水、家用ではね。家用では、お店はね、炭酸使う飲み物なんてどんどん出ますから、はい、別にサントリーのあのでっかいやつでもいいですし、それどころかなんかジャーってやるやつとかありますよね。あんなの使ってもいいわけですしね。はいはいはい。まあ僕は個人なんで、はい、これでいいんですよ。これでね、ウイスキーとかをこうオンザロックで、オンザロックでまずはちょっと飲んだ後ハイボールにするっていうのが美味しい。そうですね、そうなんですよ。不妊治療やってるんですよ、不妊治療。で、人工授精ですよ。そう、今はですね、生まれてくる子供の10人に1人は人工授精で生まれてるんですよ。だからそんな特別なもんじゃないんですよ。保険も効きますし、3回までなら、はい、そうですね、はい。ということで禁酒、はい、炭酸水ということですね。はい、いや今日も小説みたいな投資本を書いたり、なんかいろいろしました。はい、曲作ったり、はい、いやいいっすね、本当。そうですね、禁酒か、カロリーを取らなくなるな、痩せるんじゃないかな。しかも3日間ぐらいだけですけどね、はい、ほんのちょっとしたことですけど、はい、いやー疲れたな、今日は疲れた、うん、今日は疲れました、はい、今日は疲れました、はい、明日は休みです、はい。しても僕にはあんまり関係ないですけど、はい、そうですね。まあ、いつもと同じようなことをやるだけですよ。ミーティングが入ってたかな？入ってたかな？あ、飲み会が入ってる、夜。はい。それだけですね。はい。いやー楽しいっすね、はい、いやー疲れた、今日は疲れた、本当に
なんか細かいことたくさんして、あと本を書きまくりました。はい、そうですね、うん、いやけど、まあ、やりがいがありますよ。なんか仕事してる気分ですよ。っていうかサラリーマン時代を思い出しちゃいましたよ、もう本当に。なんかそういう意味では嫌な気分だな。だから気分悪いのかな。いやサラリーマン時代楽しかったんですけどね。はい、そうですね。いやー本当長い小説になりそうなんですよ。 なんですよ。頑張った、サラリーマンよく頑張ったな僕。今は他のことで頑張ってますけど、はい、いやー明日も、明日は YouTube 配信ガンガンありますよ、もう。はい、そうですね、はい、楽しく楽しくやりますよ、はい、で飲み会ですね、はい、もう一本取ってきます。あ、ちょっと待ってくださいね。すみません、お待たせしました。ちょっとやぼようで、はい、いやー髪伸びたなー、ほんとまだまだ伸ばしたいですけど、はい、そうですね、いやープラチナいつ買いに行こうかな。今日買えなかったんですよ、ちょっといろいろやることがあって、はい、あと遅く起きちゃったのもあって、はい、プラチナが買えなかったんですよね。いつ行こうかな。明日はけど飲みがあるからな、途中で時間潰さなきゃいけないのが面倒だな。どこがいいかな。日曜日とかかな。日曜日とかですね、はい、いや楽しみですね。プラチナ、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 プラチナ買うぞ。プラチナとパラジウムと銀も買います。はい。
ヒント、パラジウムはまあ ETF って言って、 ETF って言うんですけど、なんて言うんですか、こう上場投資信託って言って、実物を買うわけじゃないんだけども、その価格に連動した価格が設定されているという投資商品です。はい。だからパラジウムを買うのとある意味同じなんですが、自分の金庫に入れておくことはできないんですよ。はい。そうなんですよね。はい。そうなんですよ。はい。だからあくまでも投資信託なんで、実物は、あ、ただ実物保管型っていうやつで、実物ちゃんと日本にあります。はい。だから手数料出せば引き出せます。はい。けどパラジウムを買ってくれるところがあんまりないんでね、引き出しても意味ないですよ。はい。はい。だから ETF で買ってるんですけどね、その ETF ってやつで。はい。そうですね。ま、金を買ったんで、プラチナと銀とパラジウムも同じだけの重量を買おうかなと思って、はい、揃えたいなと思って重量を、はい、まあただそれだけなんですけどね、はい、まあいいんじゃないですか、そういう投資も、はい、お遊びみたいですけど、はいはい、分かってますよ、お遊びっぽいでしょ、はいはい。楽しいんですよ。投資は楽しい。勝つと楽しい。勝つための本を今書いてるんで、はい。守って勝つ。守って勝つサッカー。はい。そうですね、それメモしとこう、ちょっと本の中にそのセリフ入れよう。今サッカー用語を使って本書いてるんで、はい、はい、守っての反撃で勝つサッカー、はい、と書いてみました。はい、これをどっかに入れたいと思います。はい、もうメモりましたんで、はい、はい、守っての速攻かな。それでいこう。いいなあ。いいっすね。そうですね。いやー、ほんとよく書いたな、こんなに。まだまだ半分も書いてないんですけどね。はい。いやー。
いやすごい書いてる、やばいやばい。あーすげえ書いてる、もう言葉が言葉知る。いやーいろんな人に読んでほしいな、ほんと Kindle で、あの Amazon プライムとかに入ってる人が読めるようにしたいと思ってるんで、はい。いやーけど頑張りますよ、なんとか、はい。そうですね、なんとか頑張って、仕上げよう、音楽も、本も、はい。そうですね。頑張ろう。いやー今日は疲れたな。こういう日もあるんですね。はい。明日は遅く起きよう。はい。ゆっくり YouTube やって、はい。心身を休めよう、はい、で飲みに行こう、うん、それがいい。そうですね、いやあ、うん、そうっすね、もう寝たいな、疲れたな、なんか仕事をした感じ今日は、はい、です。もう終わろう、飲み終わって終わろう。はい、今回の配信は以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら、おやすみなさい。明日ご覧になる方おはようございます。遅起きもしくは後でご覧になった方こんにちは、こんばんは。そして良い一日を。